皆さんこんにちは今日は低圧変化の吸収熱そしてメイヤーの法則を考えていくよえまずはこちらの図を見てみよう、えー、まず最初に熱力学の第一法則のおさらいをしたいんだけどもここにシリンダーとピストンからなる容器があって中に気体を封じ込めたと、えー、このガスコンロがあるよね、えー、このガスコンロによって気体を熱するとどうなるんだっけ 気体を熱すると温度が上がって膨張するんだったよね気体を熱して温度が上がり膨張するようこれをエネルギーで捉えたのがここに書いた第一法則だよね第一法則っていうのは気体の吸収熱吸引は温度が上がると内部エネルギーが増えるんだよねえつまり内部エネルギーの増加そして膨張すると仕事するんだったよね 体が外ににするる仕事に使われるえつまり、えー、熱力学の第一法則っていうのは気体の吸収熱が内部エネルギーの増分と気体が外にする仕事に使われる一番大切な式だからしっかりもう一回ね覚えようねえ。そして内部エネルギーの増分を式で表したものなんだけども内部エネルギーの増分は一般式モル数 ×CVCV っていうのは定積モル比熱だよね。 NCV デルタ T と表すことができるい,い温度変化だけで決まるんだよね常に CV が来るっていうのを気をつけようねそして機体が外部にした仕事 W out これ前回やったんだけどもい,い基本計は圧力に体積の増加を掛け算した P デルタ V と表すことができるんだってねさあ今日はこれを土台に 低圧変化での吸収熱がどう表現できるかな。そして、メイヤーの法則を考えていこう。さあ、じゃあ、低圧変化の吸収熱を式で表すことを考えてみたいんだけども。まずは、図を見てみよう。え、ここに、シリンダーにピストンを取り付けたと。重りが乗っかってるよね。中に封じ込めてある気体の情報を確認すると、モル数 N.。 あとは圧力体積温度が PVT だったこの状態の気体に熱を与えているねこの熱を与えた時になんだけども今圧力が一定保たれたまさに低圧変化を考えていくわけだ圧力は最初と最後で同じその状態で熱を加えるとまず膨張するよね気体を熱すると膨張する 体積がデルタ v だけ増え温度がデルタ t だけ上がったとしようでこの場合の吸収熱を式で表すことを考えるんだけどもみんなちょっとおさえしたいのは定積変化の吸収熱覚えてるかな、えー、もう一度確認したいんだけどもいい。 CV デルタ T この CV っていう定数覚えてる定積モル比熱だよね体積が一定保たれている場合はこの定積モル比熱を使って NCV デルタ T と表すことができるんだってね今は圧力が一定だよね圧力が一定の場合の吸収熱はモル数と 絶対温度に比例するんだけども比例定数が CP に変わるよ。いい低積変化の場合は CV 低積モル比熱だったけども低圧変化の場合はこの CP のことを低圧モル比熱って言うんだ。いい低圧モル比熱 CP を使って NCPΔT と表すことでできるえ。つまりどういうことかっていうと低積変化。 体積一定の場合と圧力一定の場合何が違うのかな比熱が違うんだね体積一定ならば CV 定積モル比熱が来るのに対して圧力が一定の場合は CP という低圧モル比熱を使って書き表すことができるんだ定積変化だったら NCVΔT 低圧変化今日初登場なんだけども 低圧変化の場合は NCP デルタ T で表すことができる。これをしっかり覚えてほしいんだ。それがここに出るよ。低圧変化の吸収熱吸インは NCP デルタ T と表すことができる。CP と書いたのは低圧モル比熱だよ。いい？この NCP デルタ T この形を覚えておこうね。 さあ次にメイヤーの法則を考えたいんだけどもまずは黒板を見ようえここに書いた通りメイヤーの法則と書いたんだけどもこれはいいメイヤーの法則は CP と CV の間にどんな関係が成り立つのかな、CP、低圧変化の吸収熱で登場したよね低圧変化の吸収熱は NCPΔT だったよね。 この CP と低圧モルヒネスと低積モルヒネスの間に成り立つ関係を考えていきたいんだけどもまず低圧変化もう一回確認したいんだけども PVT から圧力が一点保たれてつまり圧力はそのままに体積はちょっと増えて温度もちょっと上がって。 いい体積も温度もそれぞれ変化した圧力だけは変わらないよといいこれから CP と CV の関係を考えるためにまず熱力学の第一法則ここに書いてあるね。吸収熱がが内部エネルギーの増分と気体が外ににするる仕事に使われるよこれが熱力学の第一法則だよね。これに 当てはめていきたいんだけどもまず当てはめるってそれぞれの値がどう表現できるかなえ吸収熱はいい今低圧変化だよね低圧変化であればこの CP 利用して NCP 温度変化と表すことができるよねこれはさっき言った低圧変化の吸収熱だえ次内部エネルギーの変化なんだけども 内部エネルギーの変化は n c v デルタ t 温度変化だけで決まるんだよね。圧力体積の変化は関係なかったよね。どんな場合でも c v っていう定数が来るでしょ。で、そうすると内部エネルギーの変化は公式によって n c v デルタ t と表すことができる。さあ、そして仕事なんだけども圧力が一定なんだから。 P かける一定の圧力に体積の増加を掛け算した P デルタ V で計算できる。書くよ。P かけるデルタ V と書き表すことができる。どうだろう。さあここで Cp と Cv が出てきたね。あと一歩なんだけども、最後の P デルタ V つまり気体が外にした仕事なんだけども、これ書き換えていきたいんだ。どういうことかっていうと。 最初に登場した式温度変化内部エネルギーの変化も温度変化で表現しているよね温度変化温度変化ときているから仕事も温度変化で表現できないかなって考えてみたいんだえ、どういうことかっていうと PΔV なんだけどもみんな PV と聞いて何か思いつく式ないかな PV ときたら何かあったよね NRT あるぞ状態方程式があるから これ状態方程式で書き換えられるのかなって考えてほしいんだ最後の状態見てみよう P 体積デルタ V 増えて温度もデルタ T 上がった最後の状態方程式を書こうと思ったら P かける V たすデルタ V イコール NRE 最後の温度は T たすデルタ T これが最後の状態方程式だよね 最初の状態方程式どうかなっていうと。最初は P. V. イコール N. R. T. これが最初だよね。今 P. デルタ V. が知りたいので、何をしたいかというと。辺々引き算する。上と下の差を取るっていうことを考えてみよう。すると P. V. が消えて P. デルタ V. が登場するよね。右辺見ると N. R. T.。 ここにも NRT があるから NRT が引き算されて n r デルタ t と表すことができるつまり仕事は N×R× デルタ T と書き換えられる。この式もう一回見てほしいんだけども p デルタ v って n r デルタ t と表すことができるよね。つまりよよ。く見てよ デルタ tN デルタ t, N デルタ t これも N デルタ t があるから全部消去できるよねだから N デルタ tN デルタ tN デルタ t を消去すると何が残るかなっていうとさあ CP は CV+R プラスだよこれが低圧モル比熱と低積モル比熱の関係だな これがメイヤーの法則って言うんだ。いい？さあここに登場するメイヤーの法則は何かなっていうと、CP は CV に R 気体常数を足したものだと。さあこの関係なんだけども、まずもちろんこれ覚えてほしい式であると同時に、ここに至るプロセスね、低圧変化を利用して第一法則に利用した結果この式が出せる。 これ導き出せるようにしておいてほしいんだよねいいこの結果はしっかり覚えよねさあ練習やってみようね、えー、練習断面積 S のシリンダーと滑らかに移動できる質量スモール l m のピストンからなる容器内に単原子分子大切だよねもちろん単原子ときたら何 ?CV だよね単原子ときたら 定石モル比熱が2分の 3R だよねいい単元子分子理想気体が閉じ込められているとはじめピストンはシリンダー側から H の高さに静止していた大気圧が与えられてるよ大気圧が P0 そして重力加速度を G とすると与えられた情報を書きたいんだけどもまずこのピストンの質量が m ー l m っていうのと このピストンは大気に接してるよねそ,そこでその大気圧を P と表しておこうそして高さなんだけどもピストン高さはシリンダーそこから測って h メートルさらに断面積を書きたいんだけども断面積は S だと与えられてるわけだ。1容器内の気体の圧力が知りたい。 この内部の気体の圧力が果たして一体いくらかなみんなどうしよう注目すべきはこのピストン見てほしいんだけどもピストンは今この場所で静止しているつまり釣り合ってるよね釣り合いを利用すれば中の気体の圧力が計算できるはずだどういうことかっていうとまずピストンに働く力重力あるよね MG があるよねあとは接触力なんだけどもこのピストンは大気に接してるよね中の気体にも接してるよねえまず大気がピストンを押す力は一体いくらかなっていうと P0 に面積を掛け算した P0S だよねこれみんな大丈夫かなえそもそも圧力を定義確認すると圧力っていうのは 力を面積で割り算したこれが圧力の定義だったよねえこれを「力は」っていう形に書き換えるともちろん力は ps と表すことができるえつまり大気がピストンを押し下げる力は p0s と表すことができるよね。それと中の気体の圧力は p だから中の気体の圧力が押し上げる力は 圧力 P を使って PS と書き表すことができるいいここまで大丈夫かなえつまりピストンには力3つ働いているわけだ下向きの力は重力と大気圧が押す力それと上向きの力は中の気体が押し上げるこの3力が釣り合ってるわけだねえ釣り合いの式を書くと上向きの力 PS が 下向きの力 P ゼロ S そして重力を足し合わせたものに等しいんだなと。えだからもうこれで圧力は両辺 S で割り算すると P 0足す S 分の mg と表すことができるよね。えつまり圧力はピストンに働くきたねピストンに働く力の釣り合いを考えれば計算できるっていうのは分かってるよね。 さ、あ続いて括弧コにやってみよう。え、カッコ気体を加熱したところピストンの高さが h から h ダッシュに変化した。え、この場合の気体の内部エネルギーの増分と気体の吸収熱を求めようと。え、まず気体を加熱したときに高さが変わったようね。h から h ダッシュに膨張したと考えてよさそうでね。その図をこちら側を見てほしいんだけどもさ。 ここにもうすでに書いたんだけども最初の高さが H だったよね。この状態から機体を熱するでその結果膨張して高さが最初に比べて膨張していって H' に変わったと。さあこの過程でまず内部エネルギーの増加はいくらかなっていう話なんだけども。 これは公式を思い出してほしいんだけども、内部エネルギーの変化は n かける Cv イコールタイっていう公式があったよね。これに値を温めていくんだけども、モル数はどこにも書いてないよね。そこでモル数は適当に n として、最初の温度も書いてないよね。まあ最初の温度もわからない。まあ T としよう。いい？えー、最後の温度は T' と表しておきたいんだけどもさあところでこの最初からここに至る過程ってどういう過程かなっていうのを確認しておきたいんだけども、えー、低圧変化となぜかっていうといい働く力を見てほしいんだけども最初は下向きの力重力と大気圧が働いてるよね。 それと釣り合うのが中の気体が押し上げる力だったんだけども最後の状態重力もちろん働いてるね。それと大気が押す力 P0S これはさっきと一緒だよね。っていうことは中の気体が押し上げる力は いい下向きの力が最初と最後で同じだっていうことは中の気体が押し上げる力は釣り合いで決まるわけだから同じ大きさだよねつまり中の気体が押し上げる力が同じだなっていうことはここからここに至る過程っていうのは低圧変化だだったんだよねそこに気づくかどうかなんだいい。い低圧変化だから最後の圧力も同じ P。 圧力は釣り合いで決まるんだったよねさあもう一回内部エネルギーの増分を見てほしいんだけども値を代入するとモル数 nCv は単元子分子だったから2分の 3Re そして温度変化最初 t 最後 t't'、まあ、も実は与えられていないんだけども。 温度変化は最後から始めを引き算すると表すことができるよね。これで終わりっていうわけにいかないよね。だってモル数も気体乗数も温度も与えられてない。この場合どうするかっていうと、二分の三はともかく。N. R. を括弧の中に取り込むと N. R. T. ダッシュ引く N. R. T. と書き表そう。すると N. R. T.。 NRT ときたらどうすんだっけ PV に置き換えるってことを考えるんだよねえつまり状態方程式を利用すると NRT っていう塊は PV に書き換えられるなとえそれを利用するとさこちらに書くよ2分の3 NRT だし最後の状態考えてみたいんだけども最後の状態圧力は同じだから p かかける体積いくらかなっていうと断面積 S だから断面積に高さを掛け算した断面積かける高さこれが体積これ最後の PV だよね。最初のこれ NRT は最初の状態方程式を考えると圧力は一緒体積は SH と書き表すことができる。いいよねこ。こ 3 2分の 3ps は共通で h く h と書き表すことができるよね。さあここまで大丈夫かな。あとは圧力はすでに計算済みだったよね。圧力は1の計算結果を利用すると1より ps はあごめんね1の計算結果から圧力は。 P 0ロプラス S 分のスモール MG があったよね。これを代入するわけだ。え、そうすると内部エネルギーの変化は2分の 3PS だから、これに S がかかると P 0 S たす MG となるよね。いい？もう一回確認すると。 この部分にこれを代入すると断面積を掛け算するから p 0 s m g かける h h と表すことができるこれが内部エネルギーの増分だよ。大丈夫でさらに吸収熱いいくらかなって聞いて聞るよ、ね、さここでみんな考えてほしいんだけど吸収熱を計算する方法2つあるんだ。1つは 内部エネルギーの増分計算したから機体が外にする仕事つまり W アウトを計算し W アウトは PΔV で計算できるよね、えー、そうすると内部エネルギーの増分と機体が外にする仕事を計算したその合計を考える熱力学の第一法則を使って解くっていう手があるよねただもうちょっと簡単に解く方法があるんだそれ何かっていうと そもそもが低圧変化だよね。いいみんな低圧変化の吸収熱って公式があるよね。n 掛ける i 定積だったら cv デルタ t なんだけども低圧変化だから cp デルタ t と書き表すことができるよね。ここまで大丈夫な。えそうするとモル数掛ける次 cp は メーヤの法則っていうのは CV、ね、いいは単元子分子だから2分の 3r に置き換えて2分の 3r+r いい温度変化は最後から始め引き算すると書き表すことができる。いいであとはこれ計算するんだけども。 カッコの中身2分の 3r+r は2分の 5r だから2分の5に nrt'-t と書き表すことができるよね。でこれ計算するんだけどもよく見てほしいんだけども内部エネルギーの変化2分の3あとは nrt'-nrt。 これ見てほしいんだけど、ここ二分の五に変わっただけで、あと同じ計算になるよね。つまり、N. R. T. ダッシュ引く T. の計算は。P. V. の引き算に置き換える。ここから先の計算は同じだよね。つまり。二分の三が二分の五に置き換わっただけで、二分の五。あとは、この文字の部分は同じ。P. ぜろ S. たす M. G. E.。 h-h これと全く同じように計算できるのが分かるよね。いいかなつまり低圧変化での吸収熱を計算するときにもちろん熱力学の第一法則を使って内部エネルギーの増分と仕事を計算するその合計を考えてもいいんだけども定積変化とか低圧変化の場合は公式で解けるこれしっかりつかもうね。 さあ今日のまとめなんだけども今日は低圧変化の吸収熱を考えたよねえ、低圧変化の吸収熱はっていう話なんだけども定積変化の場合であれば吸収熱は CV ね、定積モル比熱を使って NCVΔT と表すことができたよねえ、それに対して低圧変化の場合はここ CP に書き換えるんだよねえつまり 低圧モル比熱 Cp を使って n Cp デルタ T 違いわかるよね比熱が違うんだとい,い低圧変化の場合は吸収熱は n Cp デルタ T 低圧モル比熱を使って表すことができるそして CV と CP の間に成り立つのがメイヤの法則だよねメイヤの法則は低圧モル比熱は低積モル比熱に R を足したもんだとこの関係しっかり覚えようね。